どうも、宮崎県住みます芸人、ヨメ恐竜です。ほら、吹いてます。吹いてなかった。声でした。吹いてないパターンもある。今回、宮崎県がご紹介するのはこちら、はい、宮崎白浜キャンプ場ということでございます、はい、宮崎県民に馴染みのあるキャンプ場です、うん、ぜひ、皆さんも来てください、はい、ありがとうございました。いや、今からですから。早速、行ってみたいと思います。あ、ほらがいが勝手に。こちらの宮崎白浜キャンプ場は宮崎市中心部から車でおよそ30分のところにあります。南国の雰囲気が漂う海のすぐそばにあるキャンプ場です。こちらのキャンプ場なんですけどもね、こちら、うん、オートサイトがありまして、はい、バイク自転車専用サイトもあります、うん、そしてケビン島もございます。ケビン島って何ですか？ケビン島っていうのは、うん、もう家ですね。バンガロー的な、もう何も持ってこなくても泊まれるっていう施設です。このオートサイトっていうのは電源がありまして、あの電源を引っ張ってキャンプができたりとか、車が直接止めることができるキャンプ場なんですよ。なるほど。で、このバイク自転車専用サイトっていうのは、あのソロキャンパーたちが楽しむ場所ですね。早速いろんな施設あるんで中見に行きましょう。あ、ちょっとんこの川のせすらぎをちょっと聞いててもらっていいですか？はい、気持ちいいですよね。確かになんか涼しい気持ちに。あれ、トナミがいない。どうも、ホラガイワークショップです。どうすればいいのこれ？ここはですね、本当にもう何も持ってこなくとも、はい、全部施設が整っているので気軽にキャンプを楽しめるという場所ですね。はい、なんかあのコテージみたいなことですか？そうです、そうです、泊まったことあるんですけども、うん、非常に過ごしやすい場所となっております。ここは自転車とかバイクの方が泊まる場所ですね。もうこのエリアだったらどこでも張っていいという場所になります。実はあの、うん、僕結構このキャンプ場を利用してまして、バイクで来た時とかはこのサイトをよく利用してるんですけども、ちょっと来てください、はい。心地いいでしょ。芝生も綺麗で、綺麗でね、こう段々になってて。ちょっとここ座ってください。ここ、はい、あれ見えるでしょ。石ありますね。実はあそこがステージになってて、よくあのアーティストの方がここに座って演奏とかしてるんですよ。あ、でもなんか雰囲気いいですよね。ここ夜とかでちょっとライトアップされてたら。嘘でーす。腹立つな。そんなことはやってません。腹立つな。こちらがですね、あのキャンプ場なんですけども、はい、うん、すぐこっち、はい、もう海なんですよ。鬼の洗濯板じゃないですか。そうなんです。見てください、あっち、あの宮崎の観光名所青島、青島神社も見えますし、あっちに行ったらですね、サンクマールというホテルがありまして、最高の温泉とサウナがあります、はい、そしてその手前はですね、あの白浜海水浴場となってますので、はい、海で泳ぐこともできるんですよ。すぐそこで泳げるんだ。そうなんですよ。あと、あのおすすめなんですけど、朝とかここのね、道を散歩するのとかめちゃくちゃ最高です。あ、気持ちいいよね。めっちゃ気持ちいい。気持ちよさそうです。海洋もガーって登ってくるんで、うん、最高の朝迎えれます、このキャンプ場は。こちらが受付になるんですけども、うん、ちょっと中の方行ってみましょう。はい、ちょうどいいところあったんですけど、うん、42センチですね。いるそれ。めちゃくちゃ売店が充実してまして、見てください。うわ、全部揃うじゃないですか。本当に忘れ物しても全部手に入るんですよ。ガスだったりとか、はい、薪、炭、うん、なんか燻製のチップとか。じゃあもう手ぶらでよくないですか？手ぶらで来れるんです。あとレンタル用品も充実してますので、うん、上の方はですね、海辺の図書館って書いてまして、はい、これ海を見ながらゆっくり読書したりとか、まあ、自分が持ってきた本を座って読んだりとか、またお子さん向けの本もたくさんあるんで、ここめちゃくちゃ良くないですか？あ、ちょっと出てみましょう。あ、青島が見えますね。お、いいですね。あ、見えますね。いや、見えるか。めちゃくちゃ遠くまで見えますね。見えるか。はあ。イルカいましたよ。いや、いないいない。オートサイトには炊事灯もあり、テントを張る場所には車も横に止めることができ、電源もあります。またランドリールームやシャワーもあるのでとても便利です。
そしてせっかく来たということでデイキャンプの準備をするためにタープの設営を始めたトナミですが、手伝おうか。わかる？ペグダウンの角度とかロープワークとかわかる？わからん。じゃあ線でいい。角度とか大事だから、これペグの。めっちゃ怖い。俺嫌やってよ、人にやられるの。紐ほどいとくぐらいやったらいいや、ほどくやろ。どうせ触られたくないのよ、道具に。道具に触られたくないとかある？人に触られたくないのよ。うん、大事にしてるやつやから。ほどこうか、これ。いや、触んなって見とってて、だから。そんな怒る？わかります？気持ち、トナミの。あー、倒れた、ほら。いや、俺関係ないやん、ほら、倒れたやん。はよして。タープと背筋はピーンと張らんといかんから。ねえ、そのキャンプやってるおじいさんが言いそうなことを。いや、楽しみですね。やっぱキャンプ飯みたいな本とか今いっぱいあるじゃないですか、はい、あれの一回食べてみたかったんで嬉しいですね。今回はもう本当にすごいですよ、うん、豪快にいきますんで。お、見てください、この肉、うん、鶏肉、これをもうこのまま焼きます。まんままんまいきます。近くにあるスーパーオンデリスで買い物を済ませてきました。近くに漁港があるので地元で獲れた新鮮な魚介類をはじめ宮崎の食材を購入することができます。サザエの方も、はい、じっくり焼いていきたいと思います。たまらんな。あ、もう貝とかも、もう全部焼いていっていい？もう今焼いてますね。あ、ちょっと僕も買ってきたんで、はい、ちょっと焼いていいですか？はい、いや、これ俺の大事なやつ。こちら宮崎名物マキシマムというスパイスなんですけども、ね、これはもうどのご家庭にも、ほとんどのご家庭にある宮崎ご当地のスパイスですね、はい、これ何にでも合いますよね。何にでも合う。サラダにかけたりとか、うん、ご飯にかけたりとか、特にお肉、バーベキューとかでも最高のスパイスになってます。かけます。はい。これで、うわー、雑ー。あーだから言ったやん。いや、俺何もし、僕何もしてないでしょ。サザエがグツグツ焼けております。うわー、これ美味しそう。ちょっといただいていいですか、はい、早速。どうぞどうぞ。いただきます。これ美味しそう、すごい。もう一口でいきますね。熱いですよ、絶対。うん、まい。あっこ、あっこ。うん、プリプリってか、うん、柔らかいし、でも歯ごたえもあるし、うん、やっぱ海の味がしてすごく美味しいです。いや、醤油だけだけど、うん、やっぱサザエのこの複雑な味が、もともとのこの素材の味があるんで十分です。やっぱ外で食べると美味しいですね。これすごい豪快。いただきます。おいしい。めちゃくちゃジューシーやし、はい、あのマキシマムしか振ってないとは思えないぐらいよ。すごい美味しい。これ焼き加減とかもいいですか？焼き加減バッチリ、すごいジューシー、中まで火が通っててね、すごい美味しい。ということで宮崎白浜キャンプ場、皆さんもぜひキャンプしに来てください。以上、宮崎県でした。